明けましておめでとうございます。そうね、はい、まあ、昨年はこう終盤、はい、こうチャンネル登録数も伸びてくれたりとか、そうですよ、ね、視聴回数も伸びてくれて、はい、すごくあの嬉しかったっていうかね、はい、その陰には本当にあのスタッフのおかげ、うん、はい、ね、まあ、いろんな人に支えられてやったけども、はい、今年はより負担をかけて、スタッフいやいや、より負担をかけてで、はい、さらに、うん、2023年っていろんなことを調べると、はい、やっぱ淘汰されていくのと、うん、やっぱ伸びていく、まあ、新しいことが参入してくるっていうことが言われていて、うん、継続してるっていうことは、うん、やっぱこうもっともっと力強くなっていかなきゃいけないし、はい、まあ、新たなことといえばショートのね、うんうん、まあ、動画をもっとたくさん上げるようにしたりだとか思ってるんだよね、うん、やっぱこうやって撮る動画、はい、まあ、森藤とかね、はい、こう掛け合いで面白おかしく撮っていこうと思うし、うん、まあ、速報なんていうのはさ、もうそうですよ、まあ、女房とね、そうですそうです、去年なんかは佐々木朗希君が審判に詰め寄られたよって言って、うん、こうじゃあ撮ったらどうみたいな言われて撮ったのが100万以上回ったりだとか、記事になりましたから、ね、だからまあそういうきっかけをね、はい、逃さないように、はい、もうアンテナをこうスタッフと張りながら、はい、まあ、頑張っていきたいと思うけどね。そうです。じゃあ去年ちょっと振り返って、はい、豊さん去年で例えば思い出に残ってるとか印象に残ってる動画ってあります？やっぱ回った動画ではやっぱ佐々木朗希だよね、うん、あれ、4月でしたっけ、4月だったかな、5月だったっけ、あ、はい、そうですよね、まあ、そんな頃だよね、はい、だからまあそれが100万いったというか、そうですよね、ひょんなことからね、はい、でもこれは回るだろうと思ったのが、うん、ケチョンケチョンでやられたみたいな、ありました、動画でそんなの、最後のノック、はい、涙のね、はい、あれもうちょっと回るかなと思ったんだけどでもじわじわ来てますよ、いや、じわじわ来てるんで、はい、でも、うん、この企画は続けていこうと思ってるしね、あの今年もどこかでやりたいですね、これは回る回らないじゃなくて、はい、やっぱその人たちの思いを汲み取ってあげたい、うん、なんかお参りに人が行くじゃない、はい、自分の思いを断ち切りに行ったりだとかお願いだとか、うん、まあ、そういうものをちょっと受けたいよね、そうです、野球に関してね、うん、だからこれで最後になるんだったら、うん、まあ、それでスッキリするんだよみたいな、はい、まあ、そういう企画だしね、はい、そういうことをやりたいなと思ってるし、ね、おー、うん、そうですね、そうそうそう、ね、それに賛同してくれるあの例えば企業の方だったりとかいたらね、うん、ぜひ、まあ、そうですね、何にもなしの粒でだったんだよね、そうですね、まあ、それはそれでもいいんだけどさ、はい、こっちのあのね、うん、こうそういう人を救いたいというね、はい、だからプロ野球でも、うん、腑に落ちないような選手が中村の選手がいるとしたら、はい、おいでって、そうですよね、うん、最後ノックしてあげるって、お前の思いを聞かせてくださいみたいな、はい、まあ、そんな感じでやっていきたいとは思うしね、そうですよね、うん、あとはね、リクエストしてもらえたらこういう企画どうですか、あの見てくださってる方ですから、そうそうそう、はい、でもできないやつはできないでバッサリ言うからそりゃできないことだってあるよ、そりゃね、まあ、そりゃそうですよね、いやだけどできる限り、あ、これスタッフとこう話をしてね、うん、面白そうな企画、あ、これ面白くなるかもよって、うん、じゃあこういうふうに手を加えたらって、はい、いうような企画はどんどんやっていきたいし、あ、いいですね、ファンの方、うん、まあ、スタッフも多分協力してくれると思うし、そうですよね、まあ、ブーブー言ってたけどね、練り粉がないですよってそうですね、だってね、1日2本出しとかそうそうそう、去年の終わり頃やってましたからね、やってた、だってあの速報もそうだよね、そうです、すぐスタッフからこう飛んできて分かってるみたいな、そして今から送るからみたいな、そう、だそのせいでスタッフが彼女とちょっと別れちゃったみたいなね、それはもうモテないからしょうがないなあ、元も子もない、なるほどね、できる男だったらそこで、森内もしんどかったろ、本数とか、あ、いや、まあ確かに今、何を話してるんだっけかなとありましたけど、逆に野球の知識、今ピンポイントでの情報はめちゃめちゃ入ってきますよ、自分の中で、まあ、そうだね、そうなんですよ、まあ、拾うしね、そう、拾うし、耳も慣れてるしね、野球というワードにね、そうなんですよ、だからやっぱ起きてまずすることって、うん、ヤフーニュースで野球開いて、うん、なんか動きあるんじゃないかなとか、そうだね、それが習慣になりますよね、3連戦の振り返り、うん、1週間に2本出すんだけどさ、あれ月金ですよね、これまた大変なんだよ
プロ野球ニュースから帰って女房が待ち構えてて、うん、女房がこう全部ボードに書いてくれて、うんうん、2人で寝るのが3時4時だもんな。で起きますもんね普通に。お母さん、いや起きるよ。だから女房も大変でさ、うん、動画送るじゃない、うん、スタッフに、うん、あの圧縮してギガファイル、圧縮してな、ギガファイルで送るじゃない。ほんでポンと送って、やっと終わっとって、ポンと既読がついたらさ、うん、こいつ待ってたんかと思ったら、いやそうですよ、ね、みたいな。そうですよ、それを144うん、試合ですもんね。いやそうそうそう、だから、まあ、3連戦ごとにね、うん、割って出すんだけどもさ、今年もやるんですよね。いややるよ、うん、月金女房の許可もらってないけどねまずそこもらってください、ね、いやもう看板やって自分で言ってるからさいや看板や納得しなかったら消すんだよ。いやもう消すなと遅くなるからってもういいからと、そうもうそれいいからっていやでも看板屋のプライドがあるんだよとか言いながら名乗るんだよ。朝も夜中1時に。そうそうそうでもね中途半端嫌いだからやるんだよちゃんと。そこはねやっぱりあるんですよ。うわー消したみたいな最近許可取るようになったからね、消してもいいとか言ってそこまで言うなとか言って分かったみたいな。そうそうそう、まあそんなこんなでね、はい、まあみんなが大変な思いをしてるけど、はい、でも本当にあの見てくださったりとか、はい、チャンネル登録数も減ることなく、うん、なんか徐々にだけでもこう増えていってるね、うん、なるほど。2022年は5万4000人、はい、登録数が5万4000人増えた。増えたね、すごいことですよ。だから今、まあ、30万人を超えてますけれども、そうだね。で俺は75万ではやりたいなと。75万人ではなくて75歳ですよね。5歳まで。だからそこまでには100万人来たよね。あれ豊さん、いやこれじゃ足りないんだよ。そうです、そうです、間に合わないんだよ。間に合わない、間に合わない。75歳に100万人到達っていうの。今いくつですか？今おいくつですか？64。64だからあと10年ぐらいで、10年だから足りないんだよ。足りない、皆さん、うん、お願いしますでも大分皆さんは登録してる方なので、そっから、うん、そっからの輪を広げていかないとね。去年デスターシャアで炎上しました、うん、そう、まあ、すいませんそう謝りました、はい、でまたそこでこの年齢で謝れる人っていないよねっていうところで、それ豊さんの登録者がちょっと伸びたりとか、まあそうだね、記事にもなったりとか、後半結構記事になってね、ヨン様なんて言われたりも。4さんもね、球界の4さんこれはちょっと若干古いんですけどね、いろんな写真、まあ、古いネタで頑張るよ俺もな。そうですよね、まあまあだけど新しいこと古いこと、うん、分け隔てなくね頑張っていきたいと思うし、はい、まあ、スタッフは若いけどもね、うん、頑張ってくれてるから。そうですよね、年齢はジジイのケツ叩かれるからもっといけ言うてジジイに声上げていけみたいな。ケツも叩かれるんですか、まあ、若手がジジイのケツを叩いてんで、あジジイの声出していきましょうみたいな分かっとるわいみたいなあと、はい、去年の視聴回数、はい、全視聴回数が5545.4万回、はい、ということで、これもすごいですよね。だから何回もリピートして見てくださってる動画も、まあね、はい、あったりとか、うん、ちなみに2022年の再生数第2位の動画、うん、これ豊さん当ててください。まあ、速報系なのか普通に出した動画なのか、これどっちですか？速報ではないです。近藤じゃないの？近藤選手、あだってあれ速報じゃないですか。あ、速報か、あれ何月ですか？ちなみに時期は5月ぐらいだったと思うんですよね。5月なんかあったっけかな。やっぱ佐々木朗希頼みじゃないの？完全試合3位があれですね、完全試合。あ、佐々木朗希、どっちしたって佐々木朗希投手のネタがやっぱ佐々木朗希投手関連の動画です。ワンスリー第2位。え、なんかありましたよ。だからあれでしょ、8回降板の賛否両論じゃないの？違います。鳥藤さんはもしかしたら知らないかもしれない。あ、じゃあ自宅で撮ってるんだ。視聴回数は56万です。56万です。すごっ。え、それを覚えてないんですか、豊さん。チェックして。いや、もう佐々木朗希のあの審判が詰め寄ったのもあれがマックス、まあ、センセーショナルだったからさ、はい、もうどん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 伸びてが100万ってすごい勢いだな。すごいですね、本当に。あの勢い見たいですもん。もう一回。そうですよね。え、あ、これは江川さんと撮ったやつ。あ、大谷との比較じゃないの？正解です。ああ、そうだ。自宅で撮ってたんですか？多分 自宅だと思うけど。江川さんのオフィスに。江川さんとのコラボの時、ね、ああ、比較したんだ。佐々木
佐々木朗希投手すごいですね。いやそれ言ったら江川さん怒る。あ、そうでした、これも江川さんの力ですって言わないと江川さんやきもちやっちゃうから。そうですよね、いつまでたってもナンバーワンだな。わかります、そうですね、そうそう、これも江川さんのおかげです。そうだね、はい、菓子折り持っていかなきゃいけない。菓子折り持っていったら、じゃあ5月にとか4月5月の動画がベスト3。まあそうだね、でも全体的に伸びたのはやっぱり10月だし、10月11月12月っていうのはすごいすごく、まあ、皆さんが興味持ってくれてね、はい、まあ、見ていただいたというのはね、やっぱり例えば人的保障で、うん、じゃあ誰が行くんだとか、 FA がどの選手がどこに行くんだっていう、うん、あそこもやっぱすごかったですよね、うん、そういう中でも上位に来てるのがですね、これは意外だと思います。え、それ何位ですか、その動画。第6位ですね。第6位。で第4位は現役ドラフトの評価が第4位ですね、うん、で第5位がドラフト評価2022年、次の日だとかそんな日ですよ。第6位のやつは意外だと思います。ちょっと前ぐらいです。ここで撮ってます、ここで撮ってます。で撮んのかってみたいな感じだったんですね。ああ、なんかあったなぐらいの感じ。分かった、それで一歩いけんのかぐらいのテンションでした。そうトレードだ。はい、トレードですよね。違います。あ、ちょっと待って、違う、あれ首か、この線。あ、分かった、平田だ。違う平田だって。これね、41万です。分かった。その時これがね、すごい覚えてるんですけど。いや、なんですよね。選手ではないんですよ、実は。え、選手じゃない。あ、分かった。エスコンフィールドだ。違います。違うな。はい。じゃあ、行きましょうか。うん、はい、お願いします。これはですね、阪神の組閣予想、コーチを予想してたやつなんですよ。え、覚えてますか。覚えてない。吉彦さん入った方がいい。あ、覚えてる覚えてる覚えてます、うん、だ岡田監督だけが決まった時で、阪神に必要なコーチ2人 で鳥谷さんは今入らないといつ入んねんみたいな、うん、とか言ってたやつですね。あと星川球児さんの話とか、はい、もう初期の方の動画です。あ、まあ、阪神が熱い時だよね。今も熱いですけど、まあ、今も熱いけど、はい、やっぱ話題としたら、ね、話題としたホットでしたね、はい、ホットな時期だよね。これ逆に一番回らなかった動画って2022年4月13日に出した動画で、大谷のホームランとか予想したやつです。今年の成績を予想したやつですね。大谷選手、大谷、ダルビッシュ、鈴木誠也。再生数が1万5000。1万5000。大谷選手を話題にして1万5000って、これ未だに見てる人っているんですかね、たまに。もうないよ。ないいないな。いないか。ちょっとショックやな。ショックですね。ワース2位が殺人スライディング。なんかあったな。いやもう1万6千回です。ワース3、2022年4月21日に出してるので、4月が多いな。 MLB の鈴木誠也が週間 MVP を取ったわけです。メジャーやめた方がいいな。いやそんなことない、そんなことない、そんなことない。4月っていうことはちょっと出だしがスローだったんですかね、我々。1万7000か。でも1万7000回ってさ、調子のいい時って1時間でもあるもんな。かっこいいだよ。年間通してもこうだったんだみたいな。そうだね、まあ、そういう時もありながらってことですね。まあまあそうだね。でもそういう動画も大事ですよ、もちろん。まあ大事だね、見てくれてる方がね、うん、そう少なからずいる。まあそうだね、それはそうだ、はい、そういう人たちも貴重な人だった、ね、だから今シーズン、まあ、千賀投手であったりとか、はい、吉田正尚選手がメジャー行きますけど、もちろんやりますからね、この企画は。そうなの？やりますよ、メジャーの。予想はしないよ。結果でいい。結果だけ。予想系がダメだから、全部。まあ、外しのおじさんって言われてる。そうだ、裏目のおじさんって言われてるんですけどね。うん、まあ今年はね。当てるよ。当てますよね。当てる。まあ。目標は？いや、目標は12打数の7割。7割？を当てたいね。7割当てたい。全部当てたら奇跡だからね、これ本当に。いや、そうです、難しい。いや、今までやってきた中で、うん、解説者を、はい、で、他の人も見てるじゃない、うん、当たった人見たことがないの。ほぼないですよね、うん、それでよく言われるんだよ、うん、お前の予想は当たんねえって。みんな当たってないんだから。そうですよね、予想はもうそういうものなんです。まあまあ、そうしょうがないね、はい、でもそのアクシデントも想像しながら当てないとね。まあ、そうなんですけど、今年はなんか降りてくる可能性があるから。降りてまた、あ、
降りてくる可能性がある。じゃあそれを信じて、信じて、はい、ね、今年もいい動画、まあ、頑張りますよ。そうです ね、皆さんに本当に今年もね、はい、お付き合いください、はい、よろしくお願いします、お願いします。